はい、こんにちは。アメリカ海です。今日は初めてですかね。ちょっと外で、オープニング撮りたいと思います。まず昨日なんですけども、昨日上げる動画、間違って消しちゃいました。なんで、昨日上げることできませんでした。で、動画撮った後、まっすぐ上げようかなと、作ろうかなと思ったんですけど、ちょっと風邪気味で早く寝たかったんで、やめてしまいました。ということで、まあ、陽動のことがあるケースに当たってしまったんで、昨日は上げられませんでした。今日はバッチリ撮ります。では、また後ほど家で撮影に直します。はい、家に戻ってきました。今日ですね、2014年に、メロンパンの皮焼いちゃいましたっていう商品を山崎パン屋さんから、まあ、発売されて、大ヒットしましたよね。覚えていらっしゃる方は多いんじゃないでしょうかね。それで、まあ、2015年に、その、まあ、パート2というか、2というか、で、2016年、去年に、その3、出したんですよね。だから今年は、まあ、その4が出るような、予想あるらしいんですけどね。まあ、どれかわからないですけどね。で、その、メロンパンの皮焼いちゃいましたですけども、まあ、メロンパンには、大きく分けて2種類あると思うんですよね。さっくり系とか。まあ、しっとり系で、メロンパンの皮焼いちゃいましたが、さっくり系ですよね。さっくり系のそのメロンパンの皮の表面、上表面というんでしょうね。上表面をまあ切って集めて、でまあ焼いて、それでまあ商品化したらし、したものだと思うんですけども、あれはあれですよね。ビスケットっぽかったですよね。で、私、まあ、ビスケットがあまり好きではないっていうのもあって、ちょっとこれは違うなっていうのがあったんですよ。で、私はどちらかというとメロンパン大好きです。で、特にしっとり系が好きなんですよ。そこで今日、そのメロンパンの皮焼いた、いや、メロンパンの皮焼いちゃいました。しっとり系のメロンパン、買ってきました。これですね。これはファミリーマート、そしてサークル系サンクスで、まあ、売られてるこのしっとり系のメロンパンを使って、そのメロンパンの皮で焼いちゃいましたしっとり系バージョンを作っていきたいと思います。まあ、ちなみにセブンイレブンやローソン、あとミニストップ、まあ、イトーヨーカドー、ドン・キホーテ、いろんなとこ行ったんですけども、まあ、メロンパン数種類置いてあるんですよ。でもほとんど全てですね、全てさっくり系でした。しっとりとしたものはそのファミリーマートとサークル系サンクスにしか置いてなかったです。今はしっとり系、さっくり系が主流なんですかね。私はしっとり系大好きなんですけど、ではこれから調理にかかりたいと思います。はい、では調理していきます。まず一応4個しっとり系のメロンパン4個を用意しました。で、まず切るんですけど、どうしましょうかね。まずこの半分切りましょうか。半分。うわ、中身美味しいです。美味しそうですね。で、この、薄皮ですね。で、これを、こんな美味しそうですけども、まあ、皮をこう、取るんでしょうね、こう。わかりますか、これ。こういう風にして、取るんでしょうね。うわ、すんげえ。手間暇かかる、これ。うわ。これで。なるほど。はい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 。おで、取ると。これ絶対食べます。絶対。美味しいに決まってるじゃないですか、これ。絶対食べます。と、まあ、これぐらいの感じで、他の4つもやっていきます。はい、では、取り終えました。まあ、一部ちょっとこういうのもなっちゃったんですけども、まあ、大丈夫でしょう。焼いたり、焼けば。
で、まあ、4個を2等分にして、それでまあ合計8部分ですね。8部分こういうふうに取りました。1、2、3、4、5、6、7、8と。で、これを、ですね、焼くバージョンと焼かないバージョンに分けます。で、まずこういうふうにして、まあね、こういうふうにして、これがやっぱ一番自然かな。まあ、こういうふうにして、まあ、手にこうやって、で、あ、もうくっついてますよ。で、こういうふうにして、まあ、こういうふうにして、見えますかね。厚さは、そうですね、2センチぐらいです。2センチぐらいですかね。で、これを半分に切ります。で、こっち焼きます。こっち焼かないですのが、うわ、綺麗な、こうなんか、そうなってますね。まあ、これは、やりようがないんで、やりようがないんで、もう、潰すとぐじゃってなっちゃうんで、これはこのままで。潰すとぐじゅっとなる、ここら辺が、ひょっとして商品化難しいのかなっていう感じはしますけどね。残り、これ、残りやつ、中身ですね。こういうふうに表面取って、これをここ挟む。これだけでもすごい美味しいんじゃないですか。むしろ、これも商品化してもらいたいですね。メロンパンの皮、取ったものをパンにしましたみたいな。そんな感じでやってもらいたい。これ商品化、これ商品化。二重に美味しい。山崎パン屋さん、山崎パンさん、ぜひお願いします。これ商品化したらヒットするんじゃないですか。俺買いますよ。では、焼いていきます。焼きます。条件としては、そうですね。まあ、250度。オーブン250度でセットして、それを3分、まあ、温めてから、さらに5分、あ、入れて5分、まあ、熱したいと思います。はい、では調理終了しました。まあ、こっちにあるんですけどね。まあ、焼かない、まあ、プレーンな方ですね。プレーンな方で、これ先ほど言った、まあ、中身のパン開いて、揚げて、で、これを重ねた。非常にこれだけでも美味しいと思います。これだけで非常に美味しい。で、問題の焼いたやつです。 ちょっと待ってくださいね。問題の焼いたやつ、ちょっと焦げてるんですよね、この上で。こっちも下もいいですか、音。もうまあ、さっくりしてるんですよ、外は非常にさっくりというか、硬いです。そう、非常に硬い表面は、5分焼いた。じゃあ、食べていきます。で、食べる前に、ちょっと、やっぱり飲み物も欲しいんでね。今日これ飲みます。分かる人は分かるんじゃないですか。エナジードリンク、ブラックアート。ドン・キホーテブランドですね。ドン・キホーテ。税抜きで178円。500ml で178円。まあ、非常にコスパがいい。で、飲んでみましょうか。かもなくというか、ごく普通のエナジードリンク。まあ、非常に味は、レッドブルに近いものがありますね。まあ、これで 500ml で178円は、私は買いたと思いますけどね。じゃあ、まあ、食べてみます。まずしっとり系の、このパンの皮からいただきます。まず、この皮自体はそんなに甘くて、甘いんですけども、ほのかな甘さ、私は非常にちょうどいいです。商品化するんであれば、これプラスこのパンの中のこのペースト状のやつをちょっと塗った方がいいかもしれないですね。この隙間に塗った方がいいと思います。非常にありだと思いますよ、この味は。
もうとりあえずとにかくこうネチネチ、なんて言えばいいんでしょうね、あの信玄餅と信玄餅とあの生八つ橋を合体させたような食感ですよね。うん、日本人は基本もっちり系の、まあ、味が好きなんで、これはいいと思うんですけどね、うん、焼かなくても十分美味しいです。で次じゃあ焼いたやつ、本当はもっと冷ましてから食べればいいのかもしれないですけど、食べます。もう一回食べます。ちょっとあの食べた断面ですけどね、わかりますかね、こうやっぱり層になってるんですよね。でこの焼いたところっていうのがもうか乾いてるような味、あ乾いてるような色になってますね。で中がまだ乾いてないしっとりでした。あの5分焼きましたけども、これがベストだと思います。これ以上焼くと今度まあ表面がカチカチに なりすぎるとか、中のこのしっとり感が失われるとか、そういう感じがあると思うんで、ただまあこれがベストとは言いましたけども、まあまだ改良の余地あるかなという感じもまああることはあるんですけどね。でただじゃあ焼いたのと焼いてないのどっちがいいかって言ったら、これ焼いた方が美味しいです。これ焼いた方が美味しいです。うんうん、音聞こえますかね。よく美味しいものの表現で、あの中はもっちりで外はカリッと、外はカリッと中はもっちり、これが美味しいなんかみたいな表現ありますよね。うん、まさにそうです。これはいいですね、うん、ということで、まあ、検証してみました。ぜひ山崎パン屋さんに限らず木村屋さんでも、まあ、どこでもいいです。商品化してもらえませんかね。今年そのメロンパンの皮焼いちゃいました、しっとり系とか、メロンパンの皮焼いちゃいましたさっくり系としっとり系、まあ2種類販売するのも2種類販売するのもいいのではないでしょうかね。でもまあ今日はこの検証をこれで終わりとしたいと思います。やっぱり本当はああいうサクッとしたものよりも、私はこういうしっとり、まあ表面サクッとでも中しっとりっていうようなメロンパン食べたいです。メロンパンの皮食べたいですね。皆さんはどうお考えになられたでしょうかね。でも今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。